るかもしれませんのでね。それでは発表してまいります。団体戦決勝出場チーム絶景ナンバー6番どうも優勝しています、横浜レイヤルパーク渡辺さん。はい、名前をね、もう一度お願いします。金子さん、小田さん、大畑さん、小峰さん、本子さんです。横浜ランドマークタワーの、はい、高層階に位置する横浜ロイヤルパークホテルは第1回大会からすべて優勝し、現在3連覇を達成、今年も優勝を目指し全力で頑張りますということです。頑張ってください。そしてどうすれば、はい、絶景ナンバー4番横浜ベイセラトンホテル&タワーズの皆さんです。出場メンバーは、鮎川さん、松井さん、鈴木さん、佐野さん、宇部本さんです。コメントも発表しておきましょうね。過去2大会連続で準優勝に甘んじております。今年はフレッシュなメンバーも加えてたくさん練習を重ねてきました。頑張りますということです。で、3度目の決勝、3度目の正直になるのか、はい、3度目なのかね、はい、だから本当大会1秒ですからね、もう本当に慎重に、ね、キムスが慎重にいってほしいですね。キムスすることはないですね。そうですね、戦いが見たいです、はい、そしてこの団体戦決勝のスタートを務めますのが、引き続き株式会社パリフェリーで代表取締役日比野さんです。日比野さん、よろしくお願いいたします。準備も整いましたね。さあ、それでは各メンバー気合も入りますが、第1走者の方はスタートラインにお願いします。完成者皆さんはぜひね、白いラインの外側にお願いいたします。はい、いよいよね、最後までお願いします。順番もあるからね、これでね、意外とどこに一番速い人を持ってくるかっていうのも今ね、ちょっと差がついてますけど、これね、なんかとってね、挽回するところもありますし、はい、そうですね、アンカーに一番速い人を持ってくるか、それとも先頭に持ってくるか、そう、差をつけるかね、少しね、この辺がやっぱりね、作戦があるでしょうから、はい、そうですね、まずはね、両チームとも大きいゴールしてほしいです。さあ、折り返し回ってきましたね。ほとんど差がなく、両者仲良くというか、仲良くていいと思いますね。はい、そうですね、勝った方が優勝ということになりますので、でも誰が控えてるかもよって、またね、そうですよ、難しいですよ、最後ね、はい、おっと、ここで申し上げました。大丈夫です、焦らず申し上げました。大丈夫です、音が笑わないでね。さすが、昨年準優勝で悔しい思いをしている横浜ベイセラトン送られてます。まずですね、第一走者は、はい、先に、森下のベイセラトンさんの方ですね、はい、さあ、横浜ロイヤルパークホテルが今、はい、慎重に、はい、慎重に入りました。さあ、第二走者です。はい、第二ね、時間を、はい、はい、第二走者は女性です。はい、さあ、女性対男性ボールの優勝者、バンバンクリエイトです。どうでしょう、あれユニセン頑張って、ユニセン頑張って、女性ですからね、ここですよ、ヒルネさん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 、まずは無事にね、はい、団体決勝行われています。現在第2走者の戦いです。ちゃんとついていきますよ、ついてきますよ、ついてきますよ、はい、第2走者でまた順番が入れ替わりました。横浜ロイヤルパークホテルがリードして、はい、第2走者が出てきました。はい、それ5点だけはね、決勝ですから終わらないで、はい、ゴールしてほしいですね。慎重に、慎重に、慎重に、まずは慎重に、ロイヤルパークホテルが第3走者へのバトンを進ませています。さあ、鈴木さん頑張って、落ち着いて頑張って、さあ、ロイヤルパークホテル女性の小峰さんがいたスタートしましたね。第3走者、小峰さんです。はい、もう少しですか、鈴木さん頑張って、
わかりませんが、そこで何しようと申し上げます。皆さんの分頑張って繰り返してほしいですね。さあ、ベンシラトン、ベンシラトン、安心でいきますよ。さあ、どのぐらい続けられますか。あ、でも早い。ああ、そう行きましょうね。はい、行きますよ。はい、さあ、ここでもうちょっと続けて頑張りましょう。まだわからない、まだわからない。ロイヤルパークホテルのこの王者の優劣さを見せつけられるのか、それとも、まだまだ私たちのホテルに屈辱を晴らす、そんなレースを見せられるのか、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。おっと、動かして早いですよ。持ってきてますよ。持ってきてますね。さあ、はい、はい、第4走者さんが、はい、お子さんがいます。まだ走者いますからね。はい、ベンシラトンさんも今抜けてきてますね。はい、さあ、そして、はい、ここで第4走者ですね。はい、はい、向こう、はい、はい、第3走者、続いてはベンシラトンさんの第4走者にバトンが渡りました。早いですね。早いですね。はい、落ち着いていきましょう。はい、はい、ラストです。第4走者さすがというか、もうなんかすごい、はい、社長どんな言葉で、いや、いい一本中でございます。さて、皆様にお知らせいたします。この後すぐに少し時間をいただいて、16時15分からあと20分のぐらいですね、から、表彰式を行いたいと思います。関東の表彰式となりますので、もしお時間のある方はですね、ぜひ表彰式にもご参加ください。関東の表彰式、移ってまいります。準備が整います次第、行ってまいりますので、カメラの準備にご指定、ぜひ表彰式もご参加お願いいたします。